まだ起きてんのかよ。リョウ、クネモン。キー。寝れねえのか。ああ、あんな戦いの後だとね。どうにかここまで戻ってこれたけど、まだ興奮してて。シュージ。ま、無理もねえや。俺も似たようなもんだ。少し考えてみたんだ。この世界の脱出方法について敵から聞く以外に探せないかって。みんなもいろいろ考えているみたいだけど、僕は教授の手伝いをして手がかりを探そうと思うんだ。教授の手伝い？なんだよ、リーダーとしてみんなを導かなきゃじゃないのか。あまりいじめないでくれよ。リーダーは葵くんが頑張ってくれている。みんなのお母さんみたいにね。お母さん？まあそうだな。僕はもちろんリーダーでありたいけど、それはただ父の影を追っていただけだと思うんだ。今は父のような力あるリーダーシップよりも、もう少し違ったリーダーのあり方があると思っている。教授を見ているとね、ああいう理知的で寛容さも持ったリーダーがいいんじゃないかと思えて。だからあの人の近くでそういう人間的なものを勉強したいと考えたんだ。そうか。しかしリーダーな、実質タクマがリーダーみたいなもんだったよな。うん、確かに僕の理想のリーダー像は彼の影響も大きいな。タクマが戻ってくるまで頑張らないと。ああ、なんだ、その…あいつがいない分はよ、葵とかお前の頑張りだけじゃなく、俺もまあフォローはしてやるよ。リョウ、ああ頼もしいよ。僕も頑張るよ。キキああ君たちもよろしく頼むよ。 Hey everyone, welcome back to Digimon Survive the Let's Play. We are heading in the true ending path. In part 9 now. Takuma! Takuma! And we just got to see a new scene featuring Ryo and Shuji, which was honestly really nice. We would not have seen that the first time because those two were dead. But we got it here, and yeah, I really like that scene a lot. It shows more of how they think about Takuma and how they've grown since their chapters, like part 3 and part 5. So it's really great to see that. Now, we'll continue on. This is all the same. So Takuma and Agumon are back in the digital world. Minoru finds us. And we get reunited with the others. Oh, hey, Renamon. But not everything is as it seems. Takuma-kun. Really? Takuma-kun? Hello, Aoi. Oh, you were safe. うち、正直ダメかと思ってたよ。ただいま。I can't seem to skip anything, so it appears it's mostly new? 心配かけたみたいだね。みたいだね。じゃねえよ。一体今までどこをほっつき歩いてたんだ。おいおい、カイト、そんな言い方ねえだろ。せっかく戻ってきたのによ。まあまあいいじゃん、無事だったんだから。うむ、喜ばしいことだ。そういうわけにはいかないわ。ねえタクマくん、あなた廃工場で私たちと別れてからこの10日間
一体どこで何をしていたの? That's right. It's been 10 days since we got back, from their point of view. 10 days? Does time move that quickly here? 答えて。できるだけ詳しく。葵さん、厳しすぎるよ。でも、私たちが生き延びるためには必要なことでしょ? 葵さん、なんだか変わったね。そうかしら。君が不在の間、語りきれないほどいろいろあったんだ。見てわかる通り、霧もどんどん濃くなっている。ここがいつまでも無事だとも思えない。だから、一刻も早く脱出しないと。そのためには、少しでも情報が欲しいんだ。協力してくれないか。わかった。話すよ。実は。All right, everyone's filled in now. What happened to me? 元の世界に戻っていたってわけ? ああ、でも、僕が向こうにいたのは、ほんの数時間だけだったんだ。だから驚いたんだよ。こちらでは、10日も経過してただなんて。常世と内潮では時の流れが違うか。まるで浦島太郎だな。I still can't skip this. みんなが無事なうちに戻ってこられてよかったよ。違いない。もっとも無事とは言い難いのだがね。ねえねえ、一つ気になるんだけどさ。元の世界に戻れたなら、どうしてもう一度この世界に帰ってこようと思ったの? Because I got the bad ending and it sucked. 元の世界でピエモンが暴れていたのを僕たちは見たんだ。な、もうこの世界だけの話じゃなくなっているってことね。ああ、このままじゃ元の世界も危ない。霧に包まれたこっちの世界が元の世界に悪影響を及ぼしてしまう。だから僕は戻ってきたんだ。みんなを助けるために、世界を救うなんてできるかわからないけど、それでも知ってしまった以上、見て見ぬふりはやっぱり僕にはできない。 That's the sign of a protagonist right there. タクマ、お前ってやつは。タクマくん、さすがタクマ男ら。で、勢いだけで戻ってきたってわけか。お兄ちゃん。違う、三段はあった。あったんだけど。でも、重要な鍵を握っているミユキとはぐれてしまって。She's the key to all this, yeah. ミユキだと?ミユキさんが鍵を握っているって、何?ミユキはもうダメだろ。期待しない方がいい。そんな簡単に言わないで。仲間じゃん。もっと詳しい話を聞かないと。ミユは黙ってろ。俺はお前のためを思って。うちのためなんかじゃない。お兄ちゃんは。二人ともいい加減にしとけや。今はじゃれ合ってる場合じゃねえだろ。 Ryo stopped the fight. His mouth's as nasty as ever, but he's keeping a cool head. まずはタクマの話を聞こうぜ。ミユキが重要な鍵ってなんだよ。元の世界に戻るには、ミユキが知っている歌が必要なんだ。仕組みはわからないけど、彼女の歌が2つの世界をつなげるらしい。じゃあやっぱりミユキさんを取り戻さなきゃダメじゃん。できると思ってるのか。必要ならやらないといけないでしょ。なんでわからねえんだ。俺はお前を危険な目に遭わせたくねえから。もうミユもお兄ちゃんもやめてって。もうそこまでにしよう。カイトの気持ちはよくわかる。でもタクマが話してくれた情報は貴重だ。そうは言うがな。カイト、僕たちの目的は一日でも長く生き延びることかい？違う、生還することだ。必
可能な限り全員で。もちろん現状ではみゆきちゃんの奪還は極めて困難だということはみんな理解しているよ。しかしそれしか道がないのであれば僕らには選択の余地はないんだ。ああ。She's just gotten more reliable than before. さて、教授、みゆきちゃんと接触したいんです。できれば、ですけど。みゆきは、今どうしているんですか？その話はまた後にしよう。教授の考えを聞かせてください。Nobody's telling me what's going on with Miyuki. It's like they don't want to. I feel like the characters dropped enough hints about Miyuki that Takuma should put two and two together, but what are you gonna do? What's going on? 取り戻したいのならば、あれの本質が何であるのかを知る必要があるだろう。祠、伝承、史跡、どんな小さなものでもいい。どこかにあれについての手がかりが少しでもあればよいのだが。探すのであれば僕も手伝います。もちろん俺たちも手伝うぜ。元の世界に帰りたい気持ちはみんな一緒だからな。みんなくれぐれも喧嘩はしちゃダメだ。また仲間割れにつけ込まれでもしたら大変だからね。Everyone's acting differently. Can people change so much in just 10 days? Aoi, Shuji, and Ryo have changed a lot. They're all much more reliable than before. But the one who's changed the most is... Well, I'm gonna go with Aoi just because she has the potential to go a different path with her final evolution for Labramon. So, I'm just gonna go with Aoi. Although, this is the only time where I could pick either Ryo and Shuji as well. I'm gonna stick with Aoi. Aoi-san, changed, ne? Nanda ka, leader ga ita ni tsuite kita kanji da yo.かしら。あのね、葵さんがリーダーになってからご飯がすっごく美味しいの。ご飯？毎日美味しいもの作ってくれて、もうみんなのお母さんって感じ。お母さんってのは同意だな。ミユが手伝いをサボろうとするとちゃんと叱ってくれるんだよ。お兄ちゃんだって自分勝手なことしてよく叱られてるじゃん。俺はミユのためを思って行動してるだけで。はいはい、二人ともそこまで。今は喧嘩している場合じゃないでしょ。 There she is, being a mother already. はーい。すまん。お母さん。No one wants to talk about Miyuki. Maybe now's not the time to ask about it. みんなちょっと休憩にしない？たくまくんも戻ってきたことだし、お昼ご飯はちょっと豪華にするから。な、じゃあ私も手伝う。ありがとう、さきさん。お願いね。I still can't skip. みんなは準備ができるまで待っててね。ねえ、たくまくん。どうかした？その、みゆきちゃんのことなんだけど。葵さんは、みゆきがどうなっているのか、知っているんだね。So I can't skip? Does Miyuki's fate change because of this new path or what? ええ、でも、ひとまず、ゆっくり休んでからにしましょう。それから。また会えてよかったわ。戻ってきてくれて本当にありがとう。
Oh, now it's skipping. Free action. Skip just to the free action. Okay, well, let's go talk to everyone. Oh, it's Shuji. Maybe I should talk to him again about what we're doing going forward. I'm really glad you came back. Sorry I worried you. I didn't want anybody to be sacrificed, so I was honestly pretty upset. I was in shock, so Aoi had to take over as the group leader. Aoi tried really hard, didn't she? I tried hard too, you know. It's just that Aoi tried harder. Watching her was like a wake-up call. She was a leader through and through. Thanks to her taking over, I was free to help the professor investigate the inner shrine. Ah, with adequate attention to safety, of course. I was just about to head back to the investigation, actually. Shuji looks like a new man somehow. I wonder if he secretly resents Aoi for taking over the leadership role. Wait, but then what was that about investigating the inner shrine? I'm curious. What should I say to him? Hmm. You look refreshed? You look really refreshed, Shuji. Like you have more room to breathe. Really? Well, I definitely feel calmer than I used to. I was spinning my wheel so much up to now. I should do the best I can, in my own way. I have to work even harder. That way, all of us can go home next time. Doesn't look like I have to worry about Shuji anymore. Alright. Anything else? Next time we'll all go back together. I'll make sure it happens. Let's talk to Ryo. There's Ryo. How about we talk for a sec? Koo! Koo! Looks like Kunamon wants to welcome you back too, Takuma. Is that right? Thanks, Kunamon. Koo! It's good you came back, but is Miyuki really the key? Yeah, no doubt about it. If you say so, I'll believe it. Real talk though, I seriously don't get it. We're running around like maniacs just to survive, then there's this Miyuki business? I can't spare even an iota of energy on trying to figure out a way back home. Ryo definitely seems calmer than before, but he's still super anxious. And yet, from what everyone says, he's definitely a helpful part of the team now. It also sounds like he knows the deal with Miyuki. Maybe I can get details from him. What should I ask Ryo? What do you think? What do you think about this Miyuki's the key stuff, Ryo? Huh? Well, at the very least, that means we're screwed if we don't save her, right? So you're not against the idea like Kaito? Yeah, that's what I'm saying. I mean, I get where the guy's coming from, but ain't there some way to save her? We still don't know a damn thing about what the deal is here. Guess I'll just have to do what I can based on what you say. Doesn't sound like me, does it? Not true, man. Thanks for trusting me. Hey, knock that off. It's no big deal. So he says, but he looks pretty happy. I've got to keep at it. People are putting their faith in me. Yeah. He probably's changed the most. Alright. Let's talk to Aoi. Aoi's with Saki. I should ask him about what happened the past 10 days. Hey, Aoi, could you tell me more about what happened before? Did something happen to Miyuki? And speaking of which, where's Haru?
Do you remember how Haru fainted during the fight against Garurumon? Yeah, we left him in a corner of the factory for safekeeping. Right, so after things finished up, we grabbed Haru and made it back here somehow. But then when he woke up, Haru was incredibly upset by Miyuki's absence. I can see that. Of course he'd be worried if his sister disappeared. By the next morning, Haru had disappeared too. He did? We think he went to look for Miyuki. His wounds hadn't even mended. Oh no. Do you have any idea where he might have gone? I'm afraid not. We looked everywhere for him, but... So Haru's gone too. Yes, we're all quite worried. I hate to think of such a small child going off on his own. Well, yeah, but there's nothing we can do by ourselves here. To be honest, we've had our hands full just taking care of ourselves. Saki, that's... Well, I guess there's no point in splitting hairs. Like Saki says, it's taken everything just to stay alive. But Aoi kept us all together this whole time. You saved me a bunch too. No, that's not... Come on, no need to be modest. Aoi here is amazing. What do you mean? You see how the pressure of the situation puts everyone on edge, right? That's why everyone was always at each other's throats. But Aoi... Aoi kept us all together with her magic touch. Magic touch? What's that? Is this the same? Oh, it's the same conversation. What's this magic touch of hers? I'm gonna be an idiot and say... Aoi's a- no. Not a clue, honestly. I honestly don't know. Oh, come on, you gotta at least guess. I tried, really. Like, maybe she takes care of everyone or attends to their wounds? But she's been like that since the beginning, so I'm stumped. Lame. You hardly know a thing about our girl, do you? Saki, you can hardly expect him to answer a question like that out of the blue. Sorry to disappoint. So then what's the answer? Cooking! I'm talking about her cooking! She kept our bellies full with her food, and our hearts at peace with her words. Okay, that's all the same. Alright, I got kicked out of that. Where am I supposed to go? Old school? Yep, alright. Okay, the Digimon are there. Only two moves left. I suppose I'll talk to these two. Kaito? Takuma, man, to think you'd come back now spouting that stuff? All that about Miyuki being the key? You gotta be kidding! Sorry, Takuma. Bro seems kinda irritated for some reason. Okay. Kaito. I figured I'd see how he's doing, but he's in a worse mood than I anticipated. You're just talking nonsense since you can't bear to let her go, right? Okay, what's with this foreboding music all of a sudden? Really think I'm capable of that? Listen, and listen good. Miyuki's finished, kaput. We gotta take down the boss and fast. Miyuki finished? What are you saying? Exactly what I mean. Just look at her. Even you've gotta throw in the towel, right? I look at her, but she's not here, Kaito. Are you serious, Kaito? So if I was in her position, you'd do the same to me? No way, I'd never do that to you. I wouldn't let you get that way in the first place. Okay, I distinctly remember having this dialogue, so why can't I skip it? I'll always protect you, you hear me? Always!
You get it, don't you? You're weak. That's why I can't leave you on your own. And those things out there would eat weaklings like you for breakfast. Even back then, you would have been fine if you just stayed by my side. Back then? What's he talking about? I get the feeling I shouldn't ask. Still, I can't tell you. I can tell he's getting too worked up. Maybe I should step in? Yeah, I definitely had this conversation. Alright, what happens if I leave him alone? I don't know what they're talking about. All the more reason not to say anything here. Well, that's a weird way to get affinity. Now you've done it. I'm so over this. I'm not something you own, Kaito. I can't stand the idea of being protected by you forever. Don't you see? I'm getting strong enough to stand on my own 2 feet. Mew? I'm not the weak one here. You are, bro. You're the one depending on me. That's right. It's the moment where Matt realized that TK was a grown-up now and didn't need Matt anymore, and he felt like his whole sense of identity was gone? Oh. That's right, this still happens. Ugh. Kaito, he slapped Miu? I couldn't stop him in time. See? Just like I said. No, You only know how to solve things with violence. You just want an excuse to vent your anger, and you use me to do it. I'm not the one stuck on what happened back then. You are! Okay, that's all the same now. Wait, never mind. Mew, all I want to do is protect you. Protect what's important to me. Hell boy, oh jeez. Hey, what are you gonna do, Takuma? Hey man. Sorry yet to see something like that. I get it. Things can't go on like this. Mew was involved in an accident in the past. Since then, all I've wanted is to protect her. It's that feeling that hurts her. All I've been doing is trying to force this idea of Mew in my head out into reality. Kaito. Mew and Kaito have their own motivations. Even so, Kaito can see his weakness. If you can see your shortcomings, you can change them, right? Your attitude toward Mew is a bit overbearing, but if you get that, you're halfway there. At any rate, you seem like a good brother from where I'm standing. Takuma? You think so? Yeah. Yeah, maybe you're right. Appreciate it, man. Things are clearer now. I've gotta face Mew up front. Yeah. I'm rooting for you. Yeah, okay. Whew! I wonder if I could talk to Saki. No. Alright, let's talk to Minoru. See, now this is all the same. What should I say about it? Well, I think Falcomon's changed. If you think Minoru's changed, I'd say it's because you've changed too, Falcomon. Me? Whatever do you mean? You realize Minoru's good points, or it's more like you learned to praise them. And Minoru accepted you without question, too. That's proof that you trust each other. I hadn't thought of it that way. I've grown too, have I? I'd say so. Keep shoveling the praise on. I'm a flower that needs watering, baby. I do believe you're backsliding. Hehehe, such an odd couple of those guys. Cool, cool. Let's move on. Nope, not free battle. Forest area. So we could finally talk to the professor.
Oh, Shuji and the professor are analyzing the murals. 教授、ここはもしかしたら…ああ、いいところに気がついたね。Shuji's like a professor in training over here. 二人とも、壁画から何かわかりましたか？ああ、タクマ君か。そんなに簡単にわかれば、我々はとっくの昔に生還できているよ。それは、そうですよね。ただ、興味深いものに気がついたよ。この壁画を見ていて、何か思うところはないかい？凶暴な獣たちが暴れ回っている？いや、タクマ、それだけじゃない。この辺り、家や人の姿があるだろう？あ、本当だ。なんだかまるで獣たちから逃げ回っているような。そうだね、私にもそのように見える。おそらくこれは私たちの世界で暴れた獣の姿を描いたものだろう。さらに教授は面白い仮説を立てていてね。修二君、その話は今じゃなくてもいいんじゃないか？どんな仮説なんですか？ああ、うん、いや、何、ここに描かれた獣神が後に神話や伝承に登場する怪物のモデルに。そうなんですか？そうとも考えられるというだけの話だ。あくまでこの壁画を根拠にした妄想だよ。さて、大事なのは次からだ。これはどのように見えるかな？この壁画は人間が獣を崇めているように見えます。Did I see this one before? That's supposed to be Miyuki, right? それに近くに描かれているこれは女の人、巫女みたいな感じですね。時は元寇の頃、鎌倉より数名のオグナを連れて使者来たれる。獣神へとオグナを捧ぐ。それは僕らの世界の神社にあった古文書の一節だってさ。鎌倉時代に時の権力者が獣神の力を得ようと若者5人を生贄として差し出したことがあるらしい。5 youths to obtain the Monogami's power. That's very specific. 人間と獣神が共存していたんですか？ I think I remember this part. この壁画と古文書を信じるならそういうことになる。しかし、生贄のうちの一人が邪念を抱いており、結果として獣神を荒ぶらせてしまったそうだ。そして獣神の世界が狂い始めた。今ではその荒神を鎮めようと市中の獣神が四方から報じているとな。 Okay, so they're talking about the four sovereigns. The four strongest 獣神 seal those savage beasts off from the four directions. 市中の獣神。 I can't remember if this was actually talked about in my first playthrough.それについてはこの奥の壁画から分かったことがある。この壁画についてはあとはこの巫女かな。他に比べて明らかに詳細に描かれている。この巫女が人間の中で特別な存在だったことの証だろう。巫女。教授、ああ、すまない。何でもないよ。さて、次の壁画に行こう。Okay. わかるかい、タクマ。区切られた二つの領域と、それぞれに立つ人型や獣たち。
これって、この壁画に描かれているのはおそらく我々の世界とこの世界ということだ。なるほど。人間と獣神、互いに別々の世界で暮らしているんですね。ただの異世界というわけじゃない。ここ世界の間をつなぐように何かあるだろう。世界をつなぐもの、これってもしかしてゲートですか。だろうね。ピエモンはこのゲートを開いて僕たちの世界を侵略しようとしていたんだろう。いやはや、私も修二君にこの話を聞かされた時は度肝を抜かれたよ。よく気づいたね。ゲート、みゆきの他にも世界をつなげられる人がいたってことでしょうか。個人なのか広く伝わる技術なのか、いずれにせよ失われた技なのだろうね。その根拠がこの壁画だ。え？人間と獣がゲートに吸い込まれてる。次第にゲートを維持することができなくなり、二つの世界へ飛ばされるものが出たのだろう。タクマ、この状況何かに似てないか。まさか僕たちと同じ。ああ、神隠しと呼ばれる現象のいくつかはゲートの不具合によるものなのだろう。神隠しの原因がゲート。So we heard the stories about those people disappearing long ago, and that's related to this gate and perhaps the four strongest Kemonogami then. まあ、あくまでも資料の一つと考える方がいい。さあ、次の壁画に行こう。Okay, how many murals are there and who made these murals?さて、修二君の協力のおかげでこの階層まで調べることができたわけだが、この壁画については解読が非常に難しい。抽象的で何が起きているのか判別しづらい。その上で解説すると、この壁画は何やら物騒に見えるね。 It's Coromon. そうですね、人間と獣でしょうか。みんな慌ててるように見えますね。何か大きな力によって多くの者が悲しむような事態になった。見ただけでわかるのはそこまでだね。それぞれの壁画にはつながりがあるようにも思えるのだが、そうすると問題は時系列ですよね。前後を判断する基準がないと何とも。まあ今は分からないのだから仕方ない。次の壁画に移ろう。さて、タクマ君、覚えているかな、荒ぶる獣神を鎮める存在の話をしたね。 Yes, the four sovereigns. あ、シチューの獣神。その通り。大陸から伝わった伝承に指針というものがある。この獣神はその指針の特徴と合致するね。指針といえば東西南北それぞれを守護する神ですね。古文書の一節とも一致します。指針、そんな獣神に協力してもらえれば。さすがに存在も不確かなものの力は当てにできないな。そうだね。指針、4体の神獣、この世界でなら、あるいは。That was a lot for just saying four gods for Kemonogami.
I wonder if the professor's caught on to something. でも、このことが分かったところで、どうみゆきちゃんの救出につなげたらいいのか。まあ、それもそうだね。と、この場所を調べて分かったことはこれくらいだ。駆け足で説明してしまったが、どうだろう。何か聞きたいことはあるかな。あ、聞きたいこと。Oh right, I did have something to ask the professor, didn't I? About the photo I saw back in the apartment complex and his talk with Garurumon. Are the professor and Miyuki related somehow? Will he even tell me if I ask? Can't believe we're at this part. Alright, we're gonna go with the photo I saw. あの団地にあった写真のことなんですけど、みゆきと春の写った写真、あれは一体、おや、そろそろ集合時間だね。校舎に戻らなくては。What an ass。あの教授、聞きたいことが何なのかは分かっているが、それは些細な話に過ぎないよ。今は目的につながることだけを考えていればいい。今の会話は何だったんだい？いえ、何でもありません。Yeah, it was completely nothing because the professor refused to tell me anything. I guess that means I shouldn't stick my nose where it doesn't belong. No, you need to ask questions because people need to know this. This is important. Uh-oh. なんだ？あ、すみません。僕のスマホです。スマホ？まさかメールか？いえ、たまに来るのは意味のわからない文字化けメールだけで。今回のも、やっぱり文字化けでした。ガブディグーク。そうかい。僕も数日前に着信があったよ。文字化けしていたけどね。そうですか。Huh? Is it my imagination or are more parts legible compared to last time? 読めないのでは仕方ないね。今は一旦忘れよう。さあ、タクマ、僕たちも校舎へ戻ろう。ええ、そうですね。All right, all right. How should I ask him? What am I asking him? Tell him your side. Minoru, Miyuki のことなんだけどさ。僕は元の世界でみゆきと一緒にいたんだ。異世界とのゲートをつなぐとか鍵だとかいろいろ言ったけど、あの子は久しぶりの元の世界の変わりように驚く普通の女の子だったよ。なあ、ミノル、みゆきのことを話してくれないか。ああ。Thanks, Minoru. Oh, too late for that. There she is. My god. 無駄だ。何やってもみゆきの反応はなかった。 What's with the text? It's like not even centered in the screen. ああ、今はとにかく生き残るために迎え撃たなくては。ショックかもしれないけど、これが私たちがこの数日向き合ってきた現実なの。My god, you can see how bad the transparency is on this PNG. Look, you can see the jagged edges.
Alright, here's Renamon now. Is this the part where Renamon reveals themselves to be Haru? Never mind. なんとかなったか。 I know, right? あの獣は一体… いや、それよりみゆきちゃんが教授に反応した? みんな大丈夫? 悪いけど… 休む前に次の襲撃に備えましょう。 Okay. これでお前もわかったろ。もうみゆきはダメだ。彼女の意識は主に取り込まれているんだな。 And they spent all this time enduring attack after attack by Miyuki. After all, they couldn't exactly kill her. She's one of us. And above all, we can't stop the master without her. なあ、タクマ。辛い気持ちは俺たちも同じだ。でも、もうどうしようもねえだろ。どうにかしたいけどさ。どうすりゃいいんだか。 I'm sure everyone realizes how important Miyuki is in all of this. Maybe there's a way to bring her back. What if we called to her like the professor did? No, maybe we should let him keep doing it. She'll come back eventually, right? I want to ask everyone to save Miyuki. But... Professor Kan, we need Miyuki, let's all talk to her. Let's all talk to her. みんなでみゆきに呼びかけよう。そうすれば彼女も目を覚ますんじゃないか。そんなのとっくにやったよ。最初にあの子が来た時に。ええ。でも。 Well, that makes sense. I guess they would have tested that out themselves already. And then this. I just don't know, I guess. 問題は山積みってわけか。 ところで修士、 祠や伝承にヒントがあるって話はどうなった? 悪いけど、大した収穫はなかったよ。 古い時代に起きた事件の顛末が分かったくらいだ。 今僕たちが置かれた状況の解決には… いや、待つんだ。あの壁画によると、主は4体の神獣によって封じ込められているはずだ。しかし、今はその逆で暴れている。So where are those four gods now? とするならば、主を封じていた神獣はどうなったのだろう? Good question. 神獣がヒントを握っているのではないだろうか? いやいや、興奮してるとこ悪いけど、その神獣とやらはどこにいるんだ? 描かれていた神獣が指針そのものであるならば、それぞれ東西南北にいるはずだが… So we're gonna travel all around? しかし、この世界でもその構図が当てはまるのかは、わからない。 つまり、確証はないってこったな。 ああ、役に立てなくてすまない。 私たちはこの世界について、あまりにも無知すぎる。 どうした、ミュウ? 腹が減ったのか? 違う。時事問だよ。あのおじいちゃんはこの世界の生き字引だもの。きっと何か知ってるはずだよ。遊園地への道は、まだ繋がってるのか? わかんねえけど。このまま居ても、事態は進展しないわね。 That's right. We won't make any progress just mulling this over by ourselves. 行こう!遊園地に!
なんかやべえ雰囲気だってのはわかるぜ。みんな警戒を怠らないように。おいデジモン、聞こえたら返事してくれ。 Right, we found all the injured Digimon here. Exploration.Hey, are you okay? Ow, ow, ow. Looks like he's awake. How bad does his injury look? Good, it's just a scratch. I've got some ointment for that. Ah, use my water then. Gotta wash it first, right? Yes, thank you, Minoru. You saved me. Here, take this. Oh, gee, thanks. You rest here. We'll bring the other little ones back soon.That's all the same. Oh, but I can say something to him. What should I say to him? Let's stay cool. Hey, Minoru, let's keep a cool head about this. Don't sweat it, Takuma. Do I look like I'm about to bust a gasket to you? Minoru has gained quite the pluck as of late. No need to be concerned about him. Yeah?My bad for worrying over nothing. Nah, man, seeing you holding it down as always helps me keep my eye on the prize. Come on, let's do this, Falcomon! Indeed, I'm right behind you. Do whatever your heart tells you. He really has become someone to rely on. I'd better follow suit. Okay, let's have some conversation with everyone.How can I get Aoi to calm down? Tell her to stay calm. I totally get why you're upset, Aoi. Still, try to stay calm. Oh, I'm calm, Takuma. I'm just here to do what I have to. Don't worry. Your eyes tell a different story, Aoi. I'm getting shivers over here. Yeah, that was a little scary. I'll leave treating of the injury here to Aoi.Let's look around the park, see if anyone else is hurt. Yeah! What is this? Huh? Is someone over there? Yeet! Ah, I sense something there, Takuma! Yeah, let's check it out, but be careful. Oh, it's Palmon. Wait, can I not talk to this Palmon whatsoever?Man, this makes me sick! Yeah, everyone here are just kids. How could they do this? Who cares about size? The ones we gotta beat down for this sure freaking it, sure freaking didn't. It's rare to see real math like this. He's right. The vicious jerks who did this don't give a damn about us. For now, we have to see if anyone else is safe out there. What should I say to Ryo? Let's find survivors.We should look for anyone safe out there. We have to save as many kids as we can. Yeah, I know. Me and Kunemon will scope out this area for now. You look somewhere else, Takuma. Sure, leave it to me. Let's go, Kunemon. Koo! Okay, Koo. And then we'll go here.Yeah, someone's here. There's the Patamon. Biomon. Oh, that Biomon's gone. Ooh. We couldn't save them.
It's not your fault, Miu. Don't beat yourself up over it. But I... Of course she'd be down about this. Still, I can't ignore her here. I gotta cheer her up. Tell her we have to... Wow, someone did not check the alignment on that text. So this is new, right? Save others out there? You have every right to grieve, Miu, but we can't get tripped up here. There's still lots of creatures hurt out there. They're waiting for your help. Yeah, I know. If I stop here, even more are gonna die. Okay. I can do this, Takuma. Wait, I can do this. Takuma, Chakoman, let's go. Roger! I want to save as many as we can, Takuma. I'm gonna kick it up a notch. Great. It's all you, Miu. Huh, so we could get some of them killed like that? Or, I mean, fail to save them? This is terrible. I can't believe my eyes. Oh, that's all the same. How can I get her to look forward? Hey, look over there! Cheer her up. I feel your pain, Saki, but we have to keep going. Takuma? It'll be okay. We won't let anyone else die. We can save them all if we work together. You're right. Sorry to make you fuss over me. This is no place to grieve. I'm alright now, honest. I wasn't exactly fussing. Still, I hope she doesn't push herself too hard. Nothing left to do here. Thanks. Alright, castle courtyard. Where are the injured? I can't leave here until I find them. Alright, what should I say to the professor? Rescue comes first. I know we gotta look for the bad guys, but let's rescue the injured first. Yes, right you are. My apologies. I too wish to save them. Let's do what we can for as many as we can. Hang on a sec. So, if I'm in the true ending already, but I'm still collecting karma, then... I feel like this still will affect Aoi somewhat. So my moral's 43, harmony's 46, so it's gonna be one of those two, I feel. Huh? Someone over there? Biomon? What? I didn't talk to Shuji. Oh! この辺の怪我した奴らはみんな助けたはずだぜ。保護した者たちは一旦敵のいなさそうな遊園地の外に移ってもらっている。怪我のひどい子は動ける子たちに協力してもらって運んでるよ。思ったより無事な子が多くてよかったわ。ひとまずは安心ってことか。なら次は敵をボコボコに。ジジモン、ジジモンを助けて話を聞くんでしょ。ええ、今回は情報収集が最優先。もちろん怪我した子を見つけたら救助はするけど、何よりもみゆきちゃんを助ける方法を見つけないと。ジジモンがいるのは玉座の間だったね。うん、別の通り道も見つけたからすぐ行けるよ。準備はできてるよ。それじゃあすぐに玉座の前へ行こう。ジジモンを助けるんだ。外には敵がちらほらいたけど、城の中はほとんどいねえんだな。戦わないで済むならそれが一番だろうが。いや、ミユの大事な場所にこんなことしやがったんだ。落とし前つけさせねえと気が済まねえ。Does Kaito really care about Miu's precious place? 熱くなんないでよ。
追っ払えるだけで済むならそれでいいでしょ。しかしこうなってくるといよいよ敵の目的が気になるところだが、確かになんでわざわざ遊園地を襲うんだ。主の目的につながる何かがある。それともただ襲っただけ。 Ooh, a raid. 今はまだ何とも言えないな。この先が玉座の間だよ。あ、ここも塞がっちゃってる。ミュちゃん、他に道はない？ないよ。玉座の間の入り口はここだけ。どうしよう。ちぇ、こうなったら俺らでこのバリケード崩すしかねえ。この量の壁崩すの無理でしょ。じゃあどうしろってんだ。 This is bad. We don't know if we can find Gigimon. And enemies could attack at any time. Gigimon!え、壁の下の方、穴が開いたよ。え、ほほー、その声はミュウじゃな。 That was easy. ジジモン、よかった、無事だったんだね。もちろんじゃ。さ、この隙間をくぐっておいで。おお、お主ら無事じゃったろうか。ジジモン、それに小さな子たちもここに避難していたのか。たくま、みんな元気そうだね。うん、一安心だ。ねえジジモン、一体何があったの。長い話になるんじゃが、語らぬわけにもいくまいて。10日ほど前になるじゃろうか、北の海から今までにない濃い霧がやってきたんじゃ。わしらはいつものようにやり過ごそうとしたんじゃが、その日の霧は勝手が違った。霧の中から手だけではなく異形の化け物が姿を現しおった。化け物。あの娘は何と言ったかの。あの子、それってまさかみゆき。おお、そうとも。以前はお主らと共にいた娘じゃよ。一体あの娘に何があったのじゃ。以前に会った時には化け物どもを率いて遊園地を荒らして回るようには見えなかったのじゃが。みゆきは主の依り代にされているみたいなんだ。おお、主、主か。それでようやく特進がいったわい。僕らが拠点にしていた学校も襲われた。さもありなんか。主の狙いはわしらでもお主らでもない。どういうこと。この遊園地も校舎ももともと人間の記憶からできておる。ゆえに主は破壊しなければならんのじゃろうて。哀れなことよ。話がいまいち飲み込めないんだけど。世の中にはわからぬ方が幸せなこともあるのじゃ。時にお主らはどうしてここへ。たどり着くのに一筋縄では行かなかったろうに。みゆきを助け出したいんだ。ほう。僕たちがこの世界から脱出するためにはみゆきがどうしても不可欠なんだ。だからみゆきを取り戻す手がかりが欲しくてここまで来たんだ。もしみゆきを奪還し心を取り戻す方法があるならどうか僕たちに教えてほしい。
残念だが不可能じゃ。諦めよ。主に抗う術など存在しない。この世界のすべては主が定める。四体の神獣ならどうかね。おお。神社そばの祠の壁画に記してあった。あ、それってもしかしてあの四体の獣神が描かれていた壁画ですか。うん、修二君の協力の甲斐あって調査を進めることができた。その壁画を読み解いて私はとある仮説を考えた。主の力を封じるためにどこかに四体の神獣が眠っているのだと。正式な名は四聖獣じゃ。 There we go, the four sovereigns. やはり私の見立ては間違っていなかったということか。しかりお主ら人間の世界とわしらのこの世界が元来一つやった証拠じゃの。That's interesting. もともと一つだった。はるか昔の話だ。わしが生まれるよりも前、二つに分裂し、この世界は混沌が渦巻いた。やがてその混沌の中から強大な力を持つ世界の自我ともいえる意識が生まれた。それが世界の主。だが主も全知全能とは言い難く、再び混沌に飲み込まれそうになる。その主を支えるために存在しているのが四聖獣。何の話をしてやがんだ。全く意味がわからねえ。今は黙って話を聞くしかない。僕らが生還できるヒントがあるはずだ。おう。つまり主を支える力が弱まっているからこの世界はこんなに混乱していると。そうではない。支えているのではなく抑えておる。つかみ縛り止めているのじゃ。今では主を封じている存在だが、それも弱まっているのじゃ。ってことは何か、その四聖獣とやらに会いに行けっつうことか。会えるものならな。どういうこった。おそらくお主らの世界でも伝えられている通り、四聖獣は東西南北に散っておる。が具体的な場所まではわからん。わしが生まれてからこの方誰一人として姿を見たことはないのじゃからな。ち、肝心なところはわからねえのかよ。りょう、やめないか。ジジモンは僕たちに重要な情報をくれた。しかし東西南北か。まずはどこから手をつければいいのやら。まあ一つ忠告できることがあるとするならば、そうさの、わしが主ならばじゃ、さらに強い力を得ようと自分自身を縛りつける四聖獣を払いのけようとするだろうなと。勝ち合うかもしれねえってことか。おそらくは。ん？怖いか。面白え。とでも言うと思うか。怖いに決まってんだろ。がどの道帰るには危ない橋の一つや二つ越えていかなきゃならねえんだ。嫌が王でもやるしかねえんだよ。クソが。ほっほっほ。面白いことは言うな。 The four sovereign monsters. So they really exist? Now we have a way forward. We have to meet them.To stop the master and save the world. If we run into any enemies along the way, we'll just face them head on like always. Pro-
problem is, we don't know what kind of beings the four sovereign monsters are. What do I suggest we do? Be careful out there. Go save the world. Take out obstacles. Well, let's be careful out there. 当然、主の妨害もあるだろうし、そもそも死生獣がどんな存在かもわからない。十分に気をつけていこう。ああ、生き残りは何度だって挑めるからな。命は大事に、だね。気をつけるよ。なに？地震なの？いや、違う。これはまずいことになりよったぞ。見てタグマ、壁の隙間から霧が。I wonder who that is. この声はミユキ。いかん、このままじゃとわしらは全滅じゃ。みんな逃げるのじゃ。やべえ、バリケードが崩されそうだ。このままじゃあの手の化け物が入ってきちまうぞ。抜け道とかそういうものはあればとっくに使っておる。外へ通じる穴なぞここには。シノゴの言ってる暇はねえ。さっさと行くぞ。ジジモンさんや戦えない子たちを巻き込めないわ。とにかく力を得避難しましょう。よし、ジジモンさんや小さい子たち順番にこの穴に入って。急げ、もう扉も持たねえぞ。早くみんなこの穴に入って。I definitely don't remember everyone going into the trap. Takuma,後は誰が残ってるんだ？サキとミユです。天井が崩れて。Oh God! Oh no! ミユが孤立する。No! 霧が入ってきやがった。おい、急げよ。やべえぞ。よし、僕がミユちゃんのところへ行こう。Takuma。君はこの穴に敵を近づけないようにしてくれ。わかりました、シュウジさん。じゃあ。だっ、仕方ねえ。先は俺に任せろ。ありがとう、二人とも。後で落ち合おう。ミュウちゃん、大丈夫かい？うん、ありがとう。Why did Kaito leave Miho behind? That's so unlike him. 気にしないでくれ。まったく、Kaito はこんな時に限って先に行ってるんだな。Exactly. お兄ちゃんを悪く言わないで。ああ、すまない。さあ、早く行こう。霧がこっちに来ないうちに。次、こっちだ。あ、危なかった。リョウ、サンキュー。もう少しで霧に飲まれるところだったよ。Wow, this game pulled a fast one on me. Almost made me think I had to choose between Saki or Miu. 気にすんな。それより早く脱出しようぜ。Thanks to those two, Saki and Miu are safe. Alright, now it's my turn to escape. Whew!